こんにちは、ネット活用塾の木村です。Amazon の Kindle 本の出版に関する解説の動画です。今回はですね、 Kindle 本の種類ということでお話したいと思います。他の、電子書籍のフォーマットわからないんですけども、 Kindle 本に関して言うとこの2つです。今回これだけの話なんですけど、リフロー型と固定レイアウト型とあります。結構本を作るときに作り方がいろいろあるので、作り方ってもこれは他の回でお話してますけど、電子書籍は本にあらずというその理由として HTML で書かれてますよ、ホームページと一緒ですよってお話をしています。実はどっちもそうなんです。ただちょっとその作り方というか、あのツールがいろいろあるんですけども、人によって作り方がまちまちですけど、 EPUB というファイルを作ってそれを MOBI ファイルに変換するという作業が必要なんですが、その EPUB のことが分かっていないとちょっと難しいかなっていう部分とか、それから HTML が分かってないと微調整ができなかったりするんで難しいかなっていうのもあります。ただそれはそれとして、その作る技術的な話なんですけど、まずどちらを使って本を作るかっていうのは、その作る本の原稿とか見せ方とかによって変わってきますという話を今日はしたいと思います。あの小説とか文字メインで流していくものは、流していくっていうか、それはリフロー型でいいと思います。EPUB の3からですかね、あの縦書きとか Ruby とかに対応する、それで日本語の独特な表現に対応しているというふうに言われています。で、基本的にリフロー型の場合にはページの概念がありません。 HTML 単位なんですね。だからあのデータを作っててずっと長くなっていって1個で、それはページじゃなくて、それで1つ、ページではページなんですけど、いわゆる本のページの概念はないんです。だから目次が非常に重要になってきます。で、目次のファイルをきちんと作らないといけないと言われていて、タブレットとか見てると目次ピッとプルッとこうプルダウンできて選ぶみたいなのができると思うんですけど、そういう意味であの目次ファイルを別にちゃんときちっと用意しないといけないっていうふうに言われています。で、基本的に中は HTML なので、いわゆるリンクですね。目次からリンクで飛ぶとか、あとリフロー型はそういう意味で、タグをそのまま使えるので、あの私の場合には動画本といって、あの動画の埋め込みとかストリーミングは実は EPUB っていうか、あの Kindle できないんですね。なので、動画を見せたいという本を作った時に、ホームページでこう動画解説こちらプッてやると別なサイトに飛んで動画見せたりしますけど、それと同じような仕組みで、Kindle のそのデータの中に置かないけども、リンクでインターネットの環境でつながっていれば、リンクで外のサイトに飛ばし、そこで動画を再生してみてもらうっていうふうにしています。そういったのを作りました。そういう意味ではリフロー型がいいです。だ、文字が多い、図表があってもいいですけど、文字がたくさんあるようなものとか、そうやってリンクをうまく使っていくもの、例えば読んでいてフットノートとか、脚注ですねに行くとか、そういう機能もリフロー型の場合にはタグ のいわゆる EPUB の中にいろいろあるようです。ですからそういったものをうまく使って、あと論文を読むようなイメージ、小説を読む、例えばご存知ない方多いかもしれません、昔だとあの田中康夫さんが書いたあの、クリスタルっていう、なんとなくクリスタルでしたっけ、なんか本があります。あれはもうなんか解説本だと言われてますけど、脚注がいっぱいあるみたいな、つまり言葉の説明に飛ぶみたいないう見せ方をするような場合にまさにハイパーリンクなので、リンクをかけてってっていう意味では非常にいいです、この作り方で。固定レイアウト型っていうのは、これ実はあの Amazon がコミッククリエイターっていうツール出してます。これ非常に便利です。要するに漫画です。これはもうページの概念で1ページを1枚の JPEG なりの画像にするんです。で、それをダーッと吸い上げてってパチッとこう本にしちゃうみたいな、そういうものです。ただコミックなので、コミックの見せ方としていろんな機能があるんですけど、それは使うか使わないかは別ですが、写真集とかそれビジュアルの多いもの、私の場合の写真集とか、あと、マニュアル本なんですけど、中に図表とかいっぱい出てくるものはこれ使ってます。で、あの書体をきちっと見せたい、色をきちっと見せたい、レイアウトをきちっと見せたい、写真図表をきちっと見せたいっていう場合にはこっちがいいです。こちらでも図は入れられますけども、これはユーザーさんがタブレット上で文字の種類とかサイズを変えることができるので、それに合わせて画面の中で配できる文字とかこう動きます。そうすると紐付けている図表の位置がずれたりとか、
1画面出てこなかったりすることもあるので、そういう意味ではその図表がたくさんある場合には見せる、図表を見せる、図を写真を見せるときにはちょっと不都合があるなというのがあって、自分は、絵面、そのビジュアルを見せるっていうことがある程度全体の、まあ、何割とまで言います、それはもう判断ですけど、あればなるべくこっちを使う。実はこっちの方が作りやすいです。簡単に作れてるんですけど、早いです、仕事が。こっちはちょっとやっぱりタグをいじるのでなかなか時間がかかります。自分の場合には実はこれでやる場合ってツールを4つぐらい使ってやります。人によってはもっと少ないでしょうけど、自分の場合はそうです。こちらは、インデザインっていう普通の、印刷物の版下を作る、そのレイアウトソフトがあって、それで作ったものを PDF で書き出して、それをフォトショップで読み込んで1ページ JPEG としてバラバラにしたものをコミッククリエイターで吸い上げるという作業をしています。だから作業的にはまあ労力はそんな変わらないですけど、まあこちらなんとなく簡単にできるイメージがあります。まあ、それは好き好きですけども、その 作りたい本、本の原稿の種類、読んでもらう目的によって書いていただくということになります。まあ、2つあるので、まあ、両方使えた方が当然いいですから、作る場合にどちらも技術的にはマスターされた方がいいと思います。はい、今回はこんなところです。もし出版に関して、疑問とか質問とかあればネット活用式までお問い合わせください。